はい、I love you、エミアンです、ママがいて、パパがいて、そしてね、今最後のお客さんたち、彼らがね、帰ろうとしていますと、今日もね、無事に終わりましたけど、これが無事かというね、これはね、チェンマイに住んでる時に常にある自問自答でね、無事っていいことかつって、何もないだけじゃねえか、何の成長もねえだけなんじゃねえかっていう、ね、はい、お客さん帰りました、ありがとうございますということで、ちなみに M&M が今食べてるのは鈴木丼、で、はい、今お味噌汁を運んできたのが新しいスタッフで、他のね日本食屋さんでもう彼を雇いきれない、ね、お金がないんだっていうことで、じゃあこっちで面倒見ますよということになりました。しかしまあ話戻すと、無事何もねえって怖えな、ただ年取っただけじゃねえかよっていう、そういう焦りというかさ、つまんねえなみたいなさ、今まで無事でよかったみたいなね、戦争とかさね、大震災とかあると無事って価値があるけど、何もないこのチェンマイでさ、無事って何なんだよな、それは普通にしてれば無事だわっていうね、そういう、葛藤というか苛立ちというかね、それがチェンマイには常にあって、あそこにママいるよね、後ろにパパいるけど、彼らのようには生きていけねえなっていうね、あれを M&M は面白いとは思わないからなつって、参考にしなきゃいけない、もうあれ一回やれば十分だから、この鈴木丼も一回食えば十分だなって思いながらも何回も食ってるな、そう思いながらね、いろんなことにこう手出しているんですが、今最近はこう YouTube がね、なんだろう、 YouTube が面白くてやってますけど、でもこれだけじゃさ、ダメだよね、これプラスアルファ何かってのがさ、でやっぱ中年になってきて M&M も少しこうおとなしくなってんだよな、ビビりに入ってるってわけでもないんだけど、やっぱやろうとすることの何規模が小さいよね、だから、まあ、それの背景には子供がいるとか奥さんがいるとかそういうことなんだけど、もっとこうバカバカしくていいんだけどな、 M&M の人生なんて、うわーそんな感じって、そんなバカなのっていうことをね、なんかすごく普通になっちゃってんだよなーっていうのを、この飯食いながら、鈴木丼食いながら感じてるね。これ昨日も食ったからなーっていう、そういう苛立ちがあるよな。